はい、じゃあメキシコ、はい、これはですね、ギャング構想ですね、はい、10万人が行方不明っていう、ちょっと笑っちゃいけないんですけど、すごい記事来ましたね、ギャング構想があって、はい、行方不明、ジャパンタイムズに載っていた AFP 時事の記事です、はい、うん、はい、どこですかね、これ、マターモロスっていうですね、うん、都市の話を中心に見てるんですけど、うん、海沿い、アメリカとの国境沿いの都市があるんですよ、うん、でそこから少し離れたところに、はい、ラ・バルトリーナという、うん、町があります、はい、ここは麻薬密売など組織犯罪に関連した暴力に悩まされているというところで、うん、まあ、ここの大体 ルポみたいな形なんですけど、はい、うん、じゃあ実際全体的こういうメキシコでは麻薬問題で、はい、まあ、揺れ動いところいっぱいあるよね、うん、ということで、はい、よく見てみたら、うん、人がやたらとこういなくなっているということが実はあるということ、はい、ちょっと書いております、はい、それはいつ始まったかというと、今からもう本当15、6年前の話ですね、はい、フェリペ・カルデロン大統領、うん、はい、この方いらっしゃいます、2006年、はい、この当時麻薬カルテルがやっぱり、まあ、はびこっておりましてですね、はいはい、まあ、これはアメリカの支援も受けてっていう部分もあるんですけど、はい、軍事攻撃をその麻薬カルテルに対抗して開始したということです、はい、そしたらそこから行方不明者や殺害される人の数がめちゃめちゃ急増したということなんですよ、はい、うん、でメキシコって日本とほぼ同じ人口1億2600万いると、はい、うん、この国で、実はもうすでに30万件の殺人事件が一応記録はされているということで、はい、うん、去年ですね2020年だけで3万6000件以上の殺人事件が発生しており、はい、毎日平均100件近くの殺人事件が発生中という、はい、毎日100件近くの殺人事件が日本と同じ人口の国で発生していると、はい、うん、で失踪事件、行方不明者の多くは15歳から30歳までの若者で、まあ、しかも人口そのうちの若者、これこの人たち人口の 44% を占める貧困に陥っているということなので、はい、うん、遺体を、まあ、いなくなったとしても見つけることができないと、まあ、探すお金もないしっていう、はい、警察もほら協力してくれないから、はい、ということで、はいはい、親族は遺体を捜索するという最悪の事態になってるんだということで、はい、この先ほど紹介しましたこのマタモロスという都市、はい、なんと、メキシコの行方不明者の捜索を調整する公的機関である国家捜索委員会から絶滅収容所とみなされ、はい、被害者の親族でも立ち入り禁止という、はい、とんでもない、もう探しませんよなんかすごいことがあるんだという記事をなぜかこう書いてきてる、もう探さないでください。これってメキシコって我々、まあなんかね、ほのぼのとしたいいイメージで観光地ってイメージありますけど、いや、ないないない、実質で野良都市ですよ。破綻国家なんじゃねえの、はい、って話なんですよ、はいはいはい、これね、本番組でも、まあ、このちょっと僕が翻訳したこの本の中にも出てくるんですけど、うん、破綻国家、はい、これやっぱメキシコみたいな中南米も、うん、国連とかですね、まあ、いろんな国際政府機関が、うん、ほら90年代にすごくアフリカとの治安とか悪かったじゃないですか、うん、はい、これ内戦が起こってるね、殺人事件が多いね、資源で争いで大変なことになって、うん、クーデターも起こってるね、はい、これってじゃあ国連としてやっぱりこうなんか一つ基準を作って、うん、まあ、破綻国家っていうフェイルドステート、まあ、失敗国家とか言いますけど、はい、うん、フェイルドステートということで、はい、色基準を見てみようということで一回調査したことがあるらしいんですよ、はい、でそのうちの一つ、こういうことを言ってます、アメリカ政府がこれ作った国家破綻タスクフォースってのがあるんですよ、はいはいはい、ステートフェイリアタスクフォース、うん、これがですね、はい、1955年から98年の間、うん、136件の国家が破綻したというふうに見てるんですけど、はいはいはい、こういう基準でこうやっていろいろ見ていくとですね、はい、いろいろなんか基準が出てくるとですね、うん、なんと彼ら、1990年代にこういろいろ見ていってですね、うん、はい、現在の、アフリカもどうなってるのかなって基準を当てはめるじゃないですか、うん、そうするとなんと南米のほとんどの国が、はい、破綻国家に当てはまってしまって、うん、はい、ちょっとこれやばいんじゃない、基準変えようよってことになったそうです、はい、はい、そうですね、大変なんですよ、要するに、はい、普通に国際的な基準で考えて、ほら西洋の国々なんで、はいはい、うん、アメリカもそうですけど、うん、一応成功した国っていうふうに定義すると、うん、はい、実は世界のほとんどの国が失敗してるという基準になってしまったということですね、うん、はい、まあ、バブル崩壊の時に、はい、銀行の不良債権がどれぐらいあるかっていう話があった時に、はいはいはい、もうこれ正確に数えたらまずいよねっていうことで、それに近いね、はい、不良債権額を計算してなかったっていうね、はい、なかなか計算できないなみたいな感じになって、それに近いですね、そういう感じですよね、はい、はい、普通に破綻国家ってやると、うん、やばいよねということになります、うん、例えばですね、はい、破綻国家の定義、これ僕一応定義いろんなとこから引っ張ってきて、はい、
やりました、うん、まあ、破綻国家ってどういうことかというと、権力の弱体化によって政府は国家の構造、うん、まあ、主権国家の体制ですね、はい、そういうものを制御できない、コントロールできなくなって、うん、政府が果たすべき基本的な責任、うん、を果たせなくなったと考えられる国であるということを言ってます、うん、はい、一つ目、はい、国家が有する領域に対する物理的な統制の失敗、うん、あるいは合法的な軍事力の独占、うん、暴力の独占ができない、これはマックス・ウェーバーが言ってることですよ、まあ、まあね、これ、結局ほら、麻薬カルテルの方が強い軍事力を持ってたりして戦車とかいろいろ持ってますからね、はい、持ってますから、はい、合法的な軍事力は独占できてないって、はい、で、これってね、下手すると、うん、アメリカもちょっとこれっぽいとこあるんじゃないのって、要するにあそこって刀狩りができてないじゃないですか。あ、そうですね、はい、いわゆる日本はもうすでに秀吉の頃からやってますけど、うん、そういう意味では合法的な軍事力が独占できてないと、うん、1点目、うん、2番目、集団の意思を決定を下すための正当な権限に対する侵害が、うん、はい、できてないと、うん、はい、3番目、合理的な公共サービス、まあ、公益事業ですね、こういうものが提供できない、4番目、国際社会の正式な一員としてのこの外交活動ができてないという話ですよ ね、はい、で、結構これ南米の国は、はい、まあ、外交活動とかまあまあやってるとこあるんですけど、はいはい、1番目2番目結構やばいんじゃないのって、確かにこういう風になってしまった、はい、いうことで、メキシコもそのことに当てはまるんじゃないの、うん、っていうのはここの記事から感じますけどね、はいはい、そこで和田さんがこの、まあ、これいつもやってる7月にやったことで、7月、まあ、ちょっと中南米によくある負の連鎖ループっていうやつですね、これやってます、はいはい、一番上からいきますと、マフィアとの関係で政府腐敗してるっていうことになって、はい、で、はいはい、反政府デモをやりました、はい、発生しますよ、そうすると、はい、反政府運動している人間が失踪されます今ここいや、はい、まさにここは前回これだったの、いや、の新聞記事でも全く同じことがやっぱり書かれてます、はい、そうですね、はい、でデモ仲間が後日死体で見つかる、でなんでなんだってことで、まあ、いなくなったやつもいるから仲間を探すとか、はい、家族守るために、はい、麻薬と腐敗を撲滅するために警察に就職すると、うん、正義感からね、正義感、はい、そうするとマフィアの強大な軍事力と警察もマフィアと結対してる事実に遭遇して、上司が向こうからね金もらってたみたいなのに、はい、分かって向こうとつながってるじゃんだなって、で、まあ、あと意外とマフィアも民衆に金配ったりとかして、マフィア抜きでこの街っていかないよねと、麻薬産業抜きでこんなこの街無理だよねっていう形で現実に目覚めてしまう、そう、現実に、そして家族を守るために警察を辞めてマフィアに転職するというなるほどね、で政府を正そうとする勢力が見切りをつけて、まともな国民がもうどんどんアメリカに不法移民をして倫理ある監視体制が激減していくということで、まあ、このループがずっとありますよという、これはまあ、7月にやってましたけど、まさにこれと同じことがまだ全然続いてるってことですよね、はい、いやいやいや本当ね、なんか、はい、これは今回は、うん、まさにその麻薬のこの話、はい、まあ、記事の中では、うん、まあ、そういった事情も含めて、うん、現在、はい、なんと9万5000人以上の行方不明ですよ、はいはい、9万5000人って何ですか、東京ドーム2杯分ですよ全くいないんですよ、まあ、かなり死体になってるか、マフィアのにもう入っちゃった、はい、埋まってるかですね、はいはい、どっかってことですよね、はい、いやという激しい現実があるということですよ、うん、はい、メキシコってやっぱ全般的にそんなまだ観光地みたいなイメージありますけど、うん、カンクンとかああいうとこ、はいはい、いいとこありますけど、うん、いや実態としてはね、こうやっぱり地方の方行ったら結構こういうやばい状況はまだまだあるんだなっていうのは、我々ちょっと心の中のどっかでね、うん、覚えておいて、もういやー命がけで国境を越えてアメリカ人になりたいっていうのはちょっとわかるよね。でもこれを見たらわかりますね。だってもうマフィアになるかアメリカ行くかしかないじゃない自分の身の安全のために戦えるとしたら、どっちの、シナリオに命かけるかという形になるんじゃないのと、すごい話ですよ、はいはい、いうふうに思いますけどね、はいはい、戦略がわかると、早く理解したいというためにですね、はい、戦略の改装という音声講座あるんですけど、これがなんと新しくなりました。新しい知見もね、入れてですね、新しい事例も入れて、ベーシックが、はい、もう入れてます、変わったという、はい、でこれがわからないと戦略がわからないよというぐらいのもので、はい、一番早く戦略をわかることができますというものですね。今回、はい、映画を紹介して、その映画をもとに、戦略の階層がわかるはいはい、さらに 2.0 からもっと分かりやすくしてますね、はいはい、あとまあこれ個人的に使えるのでね、個人の
自分の戦略を人生でどういうふうに見るかっていうこともできますんでね。あ、そうですね。学問の話を外入れてます。はいはいはい、そうですね。はい、で、まあ、戦争学というか戦略学、はい。そうですね。で、後半に、うん、あのそういうちょっと映画の話とかっていうところを入れてるのは、ね、はい、分けてますか。そうですね。あの 2.0 の時はとにかく、戦略的な難しい話を抜いてやってたの で、はい、で今回はちょっと難しい話も入れてるし、ね、さらに分かりやすくするための映画から撮ってきた ね、 そうですね、はいはい、対比、ライバル同士の、ね、戦略の階層を出して、はいはいはい、こんな形で差がついたよと。映画の方は今、はい、Amazon とかでね、はい、プライム入ってる人は無料で見れると思いますので、うん、今ならすごくいい参考になると。映画の方ですね。そうです、はい、マクドナルドの創業者のファウンダーっていう映画を元に、はい、戦略の階層を解説する部分も作ってますので、いや、はい、僕もでも実際見てやっぱ勉強になりましたよね。はい、はい、ぜひ、はい、ご覧にいただく、まあ、この本音声聞いた後に、はい、うん、見ていただくと、ものすごい理解が、マクドナルドを作ったファウンダーっていう映画ですね、はい、創業者は実はマクドナルド兄弟っていう兄弟なんですけど、あ、そうですね、はいはい、そいつからユダヤ人の、レイクロックが奪い取ったんですよね。でどうやって奪い取ったかっていうところにマクドナルド兄弟と、そのレイクロックの戦いが出てくるんですけど、2人が全く違う戦略で、そうです、このハンバーガー屋ビジネスを考えてたというところで、見ていただけたら、はい、一気にね、そうですね、いろんなことが分かると、本当、はい、ポイントが分かると思いますので、うん、ぜひぜひ、はいはい、ね、こちらの戦略の改造 3.0 の特に後半はね、そうですね、はいはい、映画の話をしてます、ね、いや本当に戦略っていうのはえぐい話だなというのが分かりますね。、はい、そうですね。そうですね、確かに。